アイテム番号 SCP-390JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-390JP と指定された区域内及びその周辺地域は、財団のフロント企業、滋賀中央森林公園の所有地になっています。また管理区域として周囲に鉄柵を張り巡らせ一般人の侵入を防いでいます。特に SCP-390JP-1 の開花時期には、警備を強化し、財団指定の林道から離れる一般人は、機動部隊へ、1、島民がけの熊によって捕捉され、開花終了まで厳重拘束されます。SCP-390JP 及び、SCP-390JP-1 の実験は風の少ない天候下で実施するようにしてください。SCP-390JP は、付近のセクター8192の職員によって、開花時期の予想、森林環境の保全が行われており、不法な伐採者は D クラス職員に流用、及び増えすぎた鹿は駆除。一部は実験動物に流用することになっています。予期される重大な封じ込め違反の予防として、大雨暴風警報作戦が規定されており、開花時期問わず常時作戦実行可能状態にあります。説明、SCP-390JP は滋賀県、市の地元住民に禁足地とされている神社の御山内に位置しています。SCP-390JP 内に密集して多く見られる山桜の亜種は SCP-390JP-1 と指定されています。SCP-390JP は、SCP-390JP-1 の開花時に起こる現象の効果範囲と指定されています。手を加えない SCP-390JP 環境下では、SCP-390JP-1 の開花時期は、3月から4月であり、処置次第では開花時期を任意の時期にすることや、1年間を通して開花させないこともできます。しかし、処置は SCP-390JP の保全に悪影響を及ぼすために、基本的には自然の成り行きに任せています。SCP-390JP-1 の開花時に、SCP-390JP 内に生死を問わず人、及び人以外が複数名で侵入すると、SCP-390JP の特殊性が発現します。SCP-390JP に侵入した被験者は1名を除いて、まるで桜が散るように、風に対する抵抗力が著しく低下し、風によって体組織が分解され、結果として、SCP-390JP 内にいる被験者は1名のみとなります。人以外について、対象となるのは例えば鹿等であり、土壌中の生物、微細な生物等、一般的に目で確認を取れない生物は対象外のようです。優先順位は、生命活動が終了しているものから行われること以外に規則性はありません。分解の過程は、欠損しても致命的ではない部位から起こり、生命活動維持の限界になった後、被験者は死亡します。分解は十分に進み、いずれ散っている桜の花の中に混じり、来年の春までには、山戸に存在する一般的な生物に腐葉土へと分解されます。SCP-390JP による分解の過程において、被験者を SCP-390JP 外部に引きずり出すと、分解の過程にあった部位の断面に痕跡が残りますが、分解過程は終了します。被験者のインタビューによると、分解過程において多幸感を感じ、桜の下から出る木を催すことは一切なかったと表現しています。SCP-390JP 内に1名でいる被験者は、激しく取り乱し、自殺を試みます。同様にして、SCP-390JP 外部に引きずり出さない限り、被験者を落ち着かせることは不可能です。風を浴びるたびに、死にたくなるほどの孤独感を感じ、桜の下から出る考えなんて浮かばなかったと後のインタビューで表現しています。また、SCP-390JP 内の地表に地震と関連付けられるもの、廃棄物のようなものすら含み、限度については見極め中です。を放置しておくと SCP-390JP-1 の開花時に、
SCP-390-JT 内に向かいたくなる衝動が抑えられなくなり、SCP-390-JT へ向かうためにいかなる手段を用いることによって、また、SCP-390-JT 内にたどり着いても、SCP-390-JT の特殊性によって、大抵の場合、望ましくない結果となります。このため、開花時期以外でも、SCP-390-JP の調査はできる限り避けるべきであり、開花時期以外には SCP-390-JP の慎重な清掃活動が必要となります。SCP-390-JP 内部は花見をするのには向いとらんのは読んで明らかだろう。財団職員みんなで桜の良いところに毎年行っているから、いらぬ心配だ、博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。